FC まわりのカナイガいかないと皆さんこんばんは FC まわりのカナイガいかないとパーソナリティーのカナイ良一ですこの番組は今治市に本拠地ョーク FC まわりのカナイガ楽しく 選手を交えななながらおお送りりすするはちゃめちゃでラフな番組になっておりますえ前回はえ背番号1番、修業智人選手背番号4番、園田卓也選手に出ていただきましたまあ、これね、2週連続で、えー、2人出ていただくので前回はね、あのー、3人で84年会いつ食事行くんやみたいな話がまあ、7割ぐらいいったのかなと思うんですけどまあ、 いろいろね、質問頂い,いてるんで、それも続きで、えー、皆さんに、あの、選手からお答えいただけたらなと思ってます。じゃあ、二週目、後半戦、スタートになります。修業選手、園田選手、よろしくお願いします。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 じゃ、ね、あの、前回約束してた、まあ、園田選手の。リスペクト宣言から、いきたいと思います。じゃあ、園田選手、よろしくお願いします。はい。F. C. 今治を代表して。私たちは。 ピッチ内外において公平さそして団結力を行動で示していくことを誓います。よしよしよし言えた言えた。かみきかねられた。いやこれよ。あリアあレアヤはこれ。 これ、ちょっと、ダゾン差し替えてもらえばいいいや、そうやね。温泉のところだけでも。むっちゃ見てたやん。試合緊張しこれも緊張した。構えてた、今。すごい。いや、これ、でも、ちゃんと読み切ったね。これも。いや、心大きなく、これでね。うん。よかったよ。ええ、ほんまやっと、やっと、ちゃんと引退できる。引退できるね。これでね。これがずーっと引っかかってた。 引っかかってた <laughs> 言われるからね <laughs> お前らにもね <laughs> そうだねこれでやり残したことなく <laughs> 確かにね、うん、でもこれもし噛んでたとしても貫いてたたらテイクツーって今回は <laughs> 前回の人のアドバイスは貫く言ってたけどなそのまま。ね、でもテイクツーってたかもしんないね <laughs> <laughs> 今回はもう満足でもう満足あ,ありがとうございますこれでもうなんか俺もスッキリしたし多分 まあこれを聞いてくれた人、まあダゾ n を今まで見てくれてた人、マゾン選手本当に緊張してたなっていうのは多分伝わって感じてくれたと思うんで、<laughs> まあこのリスペクト宣言はぜひ、使う、この送ったやつは携帯の待ち受けにもしてもらって。<laughs> <laughs> <laughs> じゃああちょっとあの。 前回の続きでいろいろ本当にたくさん、本当図鑑のように質問をいただいてますので、あのー、続きで質問に答えてい,きたい,いただけたらなと思います。じゃあ、うんと、ラジオネーム、みかんまんさん、修行選手、園田選手、金井さんの回のた、えー、ラジオは楽しくて、寝る前に YouTube で聞いてます。目覚めんのかな <laughs> <laughs> そして園田選手、お疲れ様でした。えー、質問です。修行選手は 以前に子どものコーチをしていたり FC 周りではゴールキーパーコーチもされていましたが指導者として子どもに教える際に気をつけていることなどありますか、はい、ついつい自分は怒りがちになってしまいます <coughs> まあ指導者の方なんですかねありがとうございますどうやっぱりよく見てあげて、うん、まあ褒めてあげることがさっきじゃないですかね褒めてあげて、うんえー、もう少しこうすればこういうふうにできるよって言ってあげるのが。なるほどね 大事なんじゃないかなと思いますけど、ねはいはい、僕も全然まだまだ分からないですけどまずはそこが大事かなって思いますなるほどそのとかそういう経験あるの、うん、その子どもたちと触れ合ったり指導して、まあ、<laughs> 触れ合って教えることはたくさんあったけど俺の中ではもう褒めることが第一優先で、うん、その中であの直してほしいこととか、うん、こうした方がいいよっていうことは一つだけ言うことにしてるああ、うん、そう、うん もう指導者みたいなこと言っての。何なんその澄ました顔。<laughs> いや、マジでこれ。ラジオで分からんけど、めっちゃ腹立つね何を澄ましてそんなこと言ってんのいや、参考になればね。一つだけ言うと。ああ、そうだよ。なるほどね。なるほど。ありがとうございます。じゃあちょっと続いて。ラジオネーム。晴れ晴れさん。 いつも楽しく聞かせていただいてます。修業選手園田選手に質問です。今シーズンのベストプレーを。えー、修業選手は園田選手の。園田選手は修業選手のベストプレーだと思う。ものを教えてほしいってことですね。どっちからいく?うん。俺でいきます。あ、はい。いや、ベストプレーかどうかわかんないですけど、うん、やっぱラスト二試合。うん、まあ、こいつスタメンで出て。うん、いや、そのラスト二試合は本当に、なんていうんかな。 やっということ聞いてくれるよな <laughs> <laughs> ここまでもういつも言うこと聞かないみいな、ね、いやいや本当にここまでずっと言ってたことを、うん、もうずっとそのそのって言い続けてきたことがあってラスト2試合でやっ となんか言ったらパッと動いてくれるようになって「<laughs> んうん、おっ何な,なんこいつ」って思って今までなんで聞いてくれなかったんっていう <laughs> 一番やりやすかったこのもう 3, <laughs> え3年やな三年間ずっとやってきたけど <laughs>、うん、最後の2試合がもうほんまに一番やりやすかった、うん、最後ぐらいは言うこと聞こうかな <laughs> <laughs> そういうことね <laughs> 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 えなるほどね <laughs> どういうことを言うてたんですか この方はそのボールにに夢中になる方なので、あの本能的にこうボールの方にこう走っていっちゃう方なのでその辺をよく言ってたんですけどそれをこうなんかラスト2試合は僕の声も聞きながらうーんボールとまあスペースと意識しながら。 え隣のまあ安藤との関係も気にしながら拓郎もそうですねとの関係も気にしながらプレイしてくれてたんで,うん、うん、で僕がパッて行った時の反応がすごい早くてんでそれ今までやってくれんのかっ,て <laughs> って思いましたね <laughs> えそれなんか意識したりとかなかった特に<え>意識してたんですか別にいつも通りやってたつもりだけどもうんか最後の2試合は体がそう自然ともう免疫ついてんだろうね こいつ言われなるほど、今まででも名義継ぎなかったから、無視して、たああ、ついた。なるほどな。それでも、試合中はその、周囲がその、そのっていうことに対しては。どうなん、その。うるさい。だろうね。いやいや、まあ、でも、あの、キーパーはね、それぐらいやっぱり。ないといけないことだし、こいつのいいところでもあるから。まあ、でも。 サポーターの人たちはよく聞こえてると思うね、修業の声は。まあ、そうやな。まあ、指示もそうだし、ああ審判にもそうだし、相手監督にもそうだし。確かにか、昨日の、あ昨日っつっても伝わらんのかと、以前、前回、前回っていうか、以前、えっと今年ですね、パートナー様へのえ謝恩会の時も、まも、あ、質問があって、えー スタジアムがこう応援あるかないかどっちがいいですかみたいなでもシュウはあの聞いてほしくない声もあるんでみたいなそこはもう自分でも分かってないなと思って言われるもん嫁に口悪すぎるでもそれはパフォーマンスじゃない <laughs> いやパフォーマンスの時もパフォーマンスってかあえてきつく言ってる時ももちろんあるけど <laughs> うんやっぱ関西弁で言っちゃうとやっぱ聞こえは悪いよね、うん、ああそうね、うん、そう確かに確かに。<laughs> いやあのそのこの2試合が良かったって周が言ってたけどその質問の中にもたくさんあのその選手の引退がなんか惜しいみたいなもっとやれると思ったんですよ、うん、みたいなコメントあったんでめっちゃ嬉しそうやかみしめすやろ。ありがとうございます。え孫は週にいやもうでも3年間一緒やってきたけど <laughs>、うん、なんか俺が言うのなんだけど後ろは 安心感あったね、ートータル的に3年ああもうどれがどのシーンとかじゃないけどああまあそれは本当に思うしまあだ,だって1年目 2>,、うん、1> 2年目で、まあ、失点数もかなり、ねうん、あの抑えれたと思うしそ,う、ねうん、そこはね あの思います。あんまこういうこと言わないけどね。言えよ、もっと,っと恥ずかしい。お前が恥ずかしいね。白が <laughs> 調子乗るとかじゃなくて、お前が恥ずかしい。お <laughs> 前本当にねあの、それは思います、ね、なるほどね。うん、ありがとうございます。じゃあ、続いてラジオネーム、ナポリタンさん。えー、今年も1年間お疲れ様でした結果がついてこないシーズンでしたが皆さん、戦う姿は目に焼き付いています。終盤の追い上げ、楽しかった。えー シュウさんゴールキーパーはベテランになってから伸びるとおっしゃってましたが来季伸ばしたいところ目標ありますか園さん、現役生活お疲れ様でした、えー、セカンドキャリアのビジョンなど、えー、可能な範囲で少しお話しいただけたら嬉しいですというメッセージですじゃあ、週から来季伸ばしたいとか目標とかなんかそういうのもう決まってるうんいや、これからかなでも、ね、全部伸ばしたいと思う向上心はやっぱりあるし、うん、どんなことも伸ばしたいと思う。うん、あとなんかやっぱり ちょっと調子悪かったら年齢のせいにされるから<ー>それが腹立たしいそれはとりあえず覆したいなっていうのは思ってる、うん、なるほど、うん、じゃあちょっとソノにはこれはちょっとこの回でもちゃんと聞いておきたかったことの一つでもあるから、うん、ちょっと話してほしいんだけど、うん、おおれ俺にるなって <laughs> <laughs> プレートが今落下ですね喋 <laughs> <laughs> ろうとしたら <laughs> 話すなってもそうです セカンドキャリアの、まあ、ビジョンっていうのがもしね少し話せるようだったらどうそのまあプロとして15年間この J リーグの世界でお世話になって、うん、いろんな方々にでまあ人生で言ったら本当に小幼稚園とか幼い頃からもずっとサッカーやってきててサッカー かっていうのは僕俺からはまあもう切り離せない存在になってるし、うんうん、そういったことでやっぱりサッカーにまあなんかうまいこと言えないけどこう恩返しをしていけたらなとは思っているかな。具体的にはまあ話せ,話せないと思うんだけど自分の中ではある程度こう決まってきてる。うん そうね、まあ、ある程度こう先のことまで見据えて固まってきてきるるかな、うんうん、なるほどねそれってこう現役の時から思ってたのか、うん、うん自分が例えば引退するっていう時に決めたのかとかちょっとまあ引退になった時の経緯とかももし話せるだったら。うんうん になった経緯はまあここ数年今治にまあ来る前熊本時代からもちょいちょいあったけどやっぱりどうしてもふくらはぎのけががねえ増えてきてで今年は特にその夏に。 長期でちょっっっと離脱したたのがやっぱ大きかったから、ね、<laughs> メンタル的にもでかかったしで来年っていうかその先のこと、うん、来年自分が例えば今治でプレーしてる姿をこう想像できなかった年間通してチームのためにプレーしてる姿っていうのが想像できなくて、うん、また。 こうふくらはぎとかで離脱してチームに迷惑かけるんだろうなっていう思いが強くなっちゃって、うん、まあそういうのもあってちょっと決断したっていうのはあるかな,な,るなその時にはもうもうなんていうかなその離れた選手を離れたとのことはもうある程度なんかそういう恩返しじゃないけど、うん、全く別の世界に行くこともまあ選択肢にあるわけなんか選択肢というかこう。うん ねね、自分で選ぶこともできるけどやっぱりそのサッカーっていうのはそういうのはやっぱ考えてた前々から考えてたわけじゃないけど、うん、徐々に徐々にこう年齢が上がっていくにつれてやっぱりそれは考えないといけない、うん、どうしても年齢になってくるしなんで35とか45ぐらいから徐々に徐々にって感じな,なるはこう、まあ、あるねあ意味こう同い年が、うん まあ、サッカー界ではや,っやっぱ今ね、ねいろんな、まあ、同い年だけじゃなくて上の人もそうだけどこう引退とか退団、うん、とかいうニュースが結構やっぱり毎年流れてくるけどなんかそういうのを見ると同級生が一人減るっていうのはどうなんいいやや寂しいよやっぱり、うん、その なんか結構多いよね。なんでやっぱ寂しいなって思うしああやっぱそうかっていう感じそのから聞いた時もああそうかっていう感じだったただこいつの顔がもう晴晴れれとしてるか腹立つほどにねあっそうほんにねあっそうんかねいやちょっと寂しいな悲しいなってもちろん思うやんでもこいつの顔見てたらすっごい もうるかそんな気持ち思うのがなんかバカバカしいっていうか、うん、でこいつインター発表してから正直こう試合出ない時も90分こうアウェーどっかの練習試合行って90分出たりとかして帰ってくるの、うん、ふくらはぎ全然大丈夫や、うん、最後までインター発表した瞬間 <laughs> なるほどなだ結局多分そういうのでストレスとかなんかそういういろんなこうプレッシャーとかそういうので多分怪我が生まれてて、うん、インター発表してからものびのびやっとるこやってるいいそうやの体調直いいねい でもさあの俺思うんだけどその引退発表した人たちってやっぱり本当に多分こういう気持ちになるんだろうなと思うのね、うん、すごい気持ちが楽になるっていうのはうん、うん、でも多分それだけの重圧とそれだけの何、うん、て言うんだろうサッカーに対して本当に向き合ってきた人だからこそその決断をした時ってすごいのよ。 すごいのよホッとする感じ多分これみんなそうだと思うけど俺も言われたもんねその引退した先輩の人にも「気持ちすごい楽になっただろ」うって言われて「いや本当に楽になりました」ってだから。

今ちょっっっとゆっくりめに言言たから言えた最後ほんまんかけ軽トラとかに載せて俺入れてなんか <laughs> 送迎したいな送迎されてる方かもしれない <laughs> <laughs> なるほどねありがとうございますじゃあちょっと続いてもう曲なしでやろう、うん、なしでいきましょうじゃあ続いていきましょうえー、あ ラジオネームほうちゃんマーマーさんから、ええー、そ選手、現役生活お疲れ様でした。本当たくさんね、あの現役生活お疲れ様というメッセージいただきます。ええ、三人での番組出演はって思うと寂しくなるので、そのさん、また出演してくださいということですけども。出演する。テレビ電話してください。<laughs> テレビで、ええ、この人に言うてんの。<laughs> テレビや。<laughs> じゃあ、連絡先はここまで。<laughs> なるほど、まあでも、機会あったらな、またぜひこの会がな。ラジオが続く限り、ちょっと。電話出演でね。もう。電話して。いや、もう来てもらってもいいけどね。もう。そうか、そうなったら、動物園の館長にちょっと言わなあかんね。そこの厳しいよ決まってるのは、どこの動物園入るか。なかなか出してくれへん。外あ、そうや。お前。なるほど。 ラジコネコネコさんから今年もあとわずかというところで学校、えー、仕事、卒業や移動意識し始めてますと新しいステージに向けてそれぞれが歩み出すにあたり、まあ、この人も新しいステージに行くんですねうさん、のさんからなんか一言メッセージいただけると励みになりますというメッセージですけど <laughs> なんか一言あ言メッセージじゃあう <laughs> <laughs> もうあのうん 仕事の移動を意識し始めてて、まあ、新しいステージやからなまあなんかいいことやと思うけど、うん、まあなんかその、まあ、分かんないですけど迷って決断したのか分かんないですけど、うん、まあその決断を信じて、うん、もうその道しかなかったと思って前だけ向いて進んでいってほしいとは思いますね。うん、なるほどどね自分もなんか違うステージ行く日やけ同じ <coughs> こう立場の人に対して、人生一回き切りだし、うん、まあ、楽しんでいこうっていう、もう、うん、その感じだけかなって思います。<laughs> なるほど。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとラジオネーム、次いきますね。ラジオネーム、かおりんさん。オフの予定ありますかやりたいことや行きたいところ、楽しみなのあったら教えてください。修道、オフ。いや、全然何もない。何も考えてない。うん どっか行なるほどえっ毎年は誰かに会いに行ったりとかいやまあ地元に帰ったりはするけどぐらいかなあゆっくりそうね基本ゆっくりトレーニングとかはんかすんのまずちょっと休んでから体は動かすけどまずしっかり休んでからかななるほど心も体だけじゃなくて心もね心が痛んでるからもうそののせるから心 1>, まあ、もう1年間いろんな、ね、あの辛いことも苦しいことも、まあ、楽しいことももちろんあったけど、うん、まあそこはねこう心まずね休んでほしいなと思うんでえそので、ねまあ、現地中にできなかったことをいろいろやれるようになるし、うん、まあそういう。 いろいろまあ食べたり何、うん、か遊んだりとか、うん、そういうできなかったことをちょっとしてみたいかな食べたり言うて全然俺だといかへんけどな<え> 1>, これ1回目であの前半戦で話したけど <laughs> っっ <laughs> ほんま焼き鳥行こうつってなほんま焼き鳥行きたいな <laughs> どんどん焼き鳥行きたいなほんまなるほどあじゃあ続いていきましょうか じゃあラジオネームこたつでみかんさんから2021シーズンお疲れ様でしたお二人に質問です今年最高だった試合つらかった試合、まあ、一つずつかな教えてほしいですっていうことですねそのどう俺はもうホーム最終戦はやっぱりすごく、あのー、よかったなってうん、うん、まあ俺も最後、うん、ホームでは 最後の試合だったし今シーズンのホーム最終戦でもあったしそういう試合で、ね、しっかりあの勝てて終われたっていうのはしんどい試合だったしんどいけど、まあね、結果出なかったら全部しんどくななるけどど、うん、しんどくはなかったけど、うん、すごくいい試合だったなっなるほどね まあ俺もホーム最終戦はやっぱり印象に残ってるしあとはねホームの岐阜かな久しぶりに勝ってああやったかったっていう感じはあったかななるほどねきつかったというかまあきつっていうか思い出したくないなるほどねまっすやなじゃあちょっと続いて ラジオネーム双子の母さんから、ええ、しさん、そのさん、今シーズンお疲れ様でした。はい、え若い選手が、ええ、ずいぶん増えましたけれども、二人から見て、年齢関係なく、吉井周りの選手の中で。来年楽しみやな、とか。うん、強いて言えば、教えられたら、教えてほしいですっていう感じですね。どう、来,来年。ああ、まあ、僕、後ろの方の選手は、やっぱり若い選手たちは楽しみですね。うん、まあ、安藤とかもそうやし、うん、あとは、両太、うん、市原、とかも、やっぱり、うん。 うん頑張っていってほしいなっていうのは思いますね。なるほどねポジション柄は同じ、うんまあ、選手たちにはやっぱり頑張ってほしいし、うん、まあ橋川さんになってからこう大成とか、うん、高虎とか、うん、ああいう今,今治出身の地元選手も、うん、あの試合に本と絡んで得点取ったりとか、うん、活躍してるんで。 まあそこら辺もおすごく期待したいなと思います。なるほどありがとうございます。後半戦だいぶちょっと真面目、質問に答えていくとやっぱ真面目になっていくんかな。うんうね、もうちょっ砕けていこうか。まあまあもう時間だ。<laughs> これでもソノーは、うん、まあどこで拠点を置いてこう今後ねあの仕事されるかわからないけど。 ぜひ、ね、今治にも、まあ、今治もあのぜひ来てほしい来てほしいというか遊びに来てねなんかもうどっか行っちゃうみたいないそんな話になっちゃってるからい<や>どまだこれから多分決めると思うけど<え>もし今治離れたとしても、うん、ぜひ今治に来てねこのラジオのこのスタジオでいやほんまだから 檻から出てくんのだけはどういう感じで出てくるのか <laughs> なんかまあ今はね二足歩行で歩いてますけども四、うんうん、足で出てきたりとかするのかな <laughs> 多分東別動物園にいるから <laughs> 近場におるってことなそうそうそう近じゃぜひ見に来てください、ね、<laughs> <laughs> いや本間に入ったらめちゃくちゃ面白いよ、ね、<laughs> 俺もはいすいません時間がねそろそろなくなってきておりますでも本間に図鑑みたいに本も質問をたくさんいただいて本当ありがとうございます。 あの、僕もね、あの選手二人も、あの、皆さんからのメッセージを、あの、ちゃんと読んでますんで、本当にありがとうございます。じゃあ。最後に二人から、まあ、いかなの皆様にメッセージを。じゃあ、週からお願いできる。はい、えー。いつも聞いていただいてありがとうございます、えー。今シーズンも。ありがとうございました。以上です。はい、ありがとうございます。<laughs> じゃあ、そのは尺使ってもいいよ。うん。多めに使ってもいいよ。 短って今シーズンもおたくさんご視聴いただきそしてお FC 今治を応援していただきありがとうございました、えー、来年こそはあのー、今治にいる選手たちがあしっかりと結果を出してくれると思うので、えー、皆さんもお 一緒に戦ってください僕は選手ではありませんが一緒に戦います <laughs> はいはい。ありがとうございます真面目で終わったわル震えとったねかまんでよかったわ噛んだらもう一回リスペクト宣言。はいありがとうございます今回の、えー、選手夢 えー、チェキ、えー、写真にサインを入れたものですけど4名の方、えー、前半戦と後半戦の分ですね4名の方に、えー、プレゼントになりますラジオネームハレさんそのさんお疲れ様でしたさんそのさんサポーの友達そのさんのサポーじゃないんたいなそのさんサポーの友達ベベさんの4名になりますおめでとうございます、えー、次回の出演者は 橋本選手に出ていただきますので、こちらもどうぞよろしくお願いいたします。それでは、その本当に15年,年間お疲れ様でした。お疲れ様。週も1年間お疲れ様でした。またね、あのぜ、ー、ひラジオ遊びにってください。本日は修行選手、佐々選手ありがとうございました。ありがとうございました。